武陵棟原図、渡辺玄体文政5年4月12日は、江戸時代中期の日本の画家。名は明、ジオテー、明、通称又蔵。ゾ号は、玄体の他に松戸、松堂林ふもと騒動。中国風に名前を修して、変明と名乗った。江戸生まれ、谷文鳥文化。山水が、花鳥画に優れていた。陰意、内田玄順の子で、画家。 渡辺港水に顔の洗いあがて養子子となる。明和4年、港水が没すると内田家に戻ったが、60歳まで渡辺姓を通した。このため、長男、すばるは渡辺姓、次男、国は内田姓となった。その他の弟子に三浦誠次などがいる。中山茅谷から南河の鍵を学び、港水がなくなると4つ下の鈴木不養の死となった。 また谷文朝の師としても知られるが後には文朝の弟子に数えられていることから師弟関係というよりむしろ相互に影響を与えあった関係と見るべきである。かやから諸派見学の教えを忠実に受け継ぎ中国の古書がおりんもしその長所を学び取った。特に民末新書の画家、蘭明に思縮して名前を明としたほどであった。蘭明は当時中国の代表的画派である 摂派と呉れ派を接中し、南北合法と言われた、一大流派の創始者である。ラン・アキラの南北合法は、現代のみならず文長、渡辺火山羅に継承されてゆく。同じく、中国趣味に講じた増山ヤマ節や諸葛官と、交友した。また、雲室の私文結社、小普及銀社に参加し、多くの名流と交わった。現在確認される、作品数が十分でないが、 南州画と北州画を接中した南北合法的な画風は江戸南画の方画を思わせる。主に山水画、花鳥画を得意としたが広い外気があったものと思われる。文政五年死去。去年七十五。柳に、翡翠図、現代画風以降。ありがとうございます。